レオン師匠の不活リボリーレオン師匠、こんにちは。はい、こんにちは。本日はですね、うん。ロット作り編の3回目ということで。だね。はい、引き続き、レオンさんのロット作りに対する思いとか理念を伺えればと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。えー、っとね、あれから1週間、いろいろ、 何を話しようか考えたので、ね。はい。で、どんな竿作りかっていうのは、その、今確かにあの、7機種ぐらい、プロと進めてるのね。はい、うん。で、その7機種の中には、完全に僕の理念で作るものも、半分ぐらいあるんだけど、オフィシャルスタッフにお任せして作ってるものも半分あるわけ。なるほど。うん。なので、 それらの一つ一つについてはね、今日は喋りません。<laughs> 了解でございます。これは、えー、もう、あの、発売決定して、えー、量産化に入ったら、その一、一機種ごとに、あの、皆さんに、また改めて、こういう機能備わってるよ、こういう構造の竿だよ、何を目的としてるよ、味付けはどうだよっていうのは、一本一本当然変わるからね。うん そうですよね。うん。だからそれはその時点で説明するとして、ひとまず今日はね、竿のお話を終わらせようと思ってるので。はい。<laughs> うん。あの、少し抽象的になるかもしんない。うん。わかりました。うん。抽象的になるんだけど、僕が竿作りに対して、どういう理念とか思いとか方向性を持ってやってるかということの総まとめみたいな形でね。はい。お話ししてみます。はーい。 えまずはね、あの、ま、今回に限らず、今までもそうなんだけど、毎回毎回ね、原点を一回見つめ直してるんですよ、僕は。ほうほうほう。これ、こう、間違わないように。で、周りの、なんだろうな、いろんな情報やその他に影響はされます、人間だからね。はい。だから僕自身が思う差を作るとは何ぞやということを、常に毎回原点を見つめ直したり、 それと、良かったことであれ、思い込みを一旦捨てます。思い込みを一旦捨てて、それ以上のことがあるやなしや、っていうことをね、はい、あの、毎回求めていきます。えー、それは素材のことだったり、例えばその、竿の場合はブランクスという素材がありますよね、カーボングラファイト。はい。グリップだと、まあ、硬質プラスチックだったり、えー、 あと木だったりね。はい。コルクとかいろいろあります、うん、そうね。グリップの外側の素材としてはもうコルクもあるし、EVA もあるし。で、最近ちょっと新しいものが出てきてるよね。あの、ブランクの延長線上でラッパ状にした、その、ブランクスを太くしてそのままグリップにするみたいな発想。はい。うん。いろんなものがあるんです。あるんだけど、い 毎回毎回、あの、今日新月報なので、いろんなものがね、その、IT 系のものはもうそれこそ日新月報どころか日報ぐらいだよね。日々日々新しいものが出てくるんだけど、プ、はい、リゾの場合はそこまではないものの、やはりね、あの、新しい素材は毎回出ます。だからそれはね、一旦入手して、あ自分の差を作りに生かすかどうかということを考えます。うん、なるほど。まあ、これがまず、ありきだな。 はい。次はね、竿を、何の目的で竿を作るかということで、その、割合僕が強く思うのは、因果関係と相関関係をごちゃ混ぜにしないという考え方なほうほう。わかりにくいと思うの、これね。<laughs> もうちょっと詳しくお願いします。<laughs> これ、釣り竿に置き換えるとなかなか説明が難しいんだけど、 えー、相関関係というのは、例えば、魚種と竿の関係というのが相関関係だよね。はい。うん。アジ釣るにはこんな竿。カワハギ釣るにはこんな竿。はい。相関する関係じゃない。はい。でも僕は思うのは、その前にね、因果関係があるんですよ。竿って。うん。この因果関係っていうのは、釣りで置き換えると、フィールドの問題。 もう、フィールド。うん、もろにターゲットの問題じゃなくて、フィールドの問題。足場が高いのか低いのか。はい。うん。で、遠くに飛ばす必要があるのかないのか。これが釣りを作りにおける因果と相関という2種類のプロットなのね。なるほど。ここをね、明確にしないと僕は本当にいさを作れないと思ってるし、今まで使ってきた、あるいは見てきた、 あるいは作ってきたその竿をね、一つ一つそういう目で見つめ直すと、あの、魚種に対する、いわゆる相関関係だけが、どうしても明らさまにな、なるというか、そこに集中しちゃうんだよ、作り側の人間って。あの、目が行ってしまうというか、意識が浮いてか。こう、カワハギ、カワハギこうじゃん、ゴこうじゃんって、ターゲットばっかり目が行っちゃうんだけど、実際僕らが使う釣り竿ってのは、フィールド条件半分。 えー、ターゲット半分だと思わないなるほど、確かに。うん。そうするとね、消費者の皆さん、オーディエンスの皆さんは、自分のフィールドに合わせて欲しいさを決める、言うよね。そうですね、皆さんしかも、いろんな場所が全国で違いますしね。<laughs> 全部違うの。で、それに応えると、都道府県全部に対応する差をが必要になってくるんだ種類が。確かに、究極的には、<laughs> そう、それぐらいないとあれですよね。<laughs> まあ、こ、これはもうね、前回も前々回も言ったけど、手道具ってそんなもんなんだよね。はい。おまけに個人の癖まで入れると、もう無数に、あの、いろんなタイプの竿っていうのが必要になるんだけど、そこまではまあ実際できないし、だから僕が、その、例えば今日までインクスレベルで作ってきた竿でお話するとですね、一発目に何出すかなったのね。 うんあた。メーカーを立ち上げた時にですよね。そう,そうそうそう。そうだから、例えば、79サビオに67サビア。はい。これが、えー、ショートロットの方の一つのデフォルトである長さであり強さ。はい。で、79の方は、ロングロットの方の一つのデフォルトである長さであり強さ。もしくはアクションなんだよね。 つまりね、あの、初期モデル、インクスレベルを起こして最初にハミージャンミー、ビーテスラ、サビをサビやって出したわけですけど、まあ、スピニングはね、もう、あの、長年やって、メバル用のスピニングを長年やってきたので、俺が作りたいっていうのを明確にあったのね、それがハミージャンミーであり、ビーテスラだったんだけど、ベイトの場合はさ、まだ始まったばっかりの世界だったよね、5年前だから。 はい。ソルト・ベイト・フィネスの世界、ね。そうそう。だから僕はそこで、その、何本も同時には作れないし、お客様の立場に立てば、何本も同時には買えないよね。そうですね。そうなると、一本あれば、一定以上のことできるよね、という、つまり、バーサタイルさを求めたわけ、最初は。なるほど。うん。だけど、今後は、そこが違ってくるよね。はい。<laughs> 少しずつ、 特化方向に振りますよ。例えば分かりやすく言うなら、サービアで実験的にグリップ、ショートグリップを地球さんの依頼もあって、TC モデルっていうのを作ったよね。はい。キャストに特化させるなら、あの、ショートグリップの方が正解だよね。そうですね。ただ今度は脇バサできないよね。はい。<laughs> 改めて、あの、今から作る竿はですね、えー 僕やうちのスタッフが欲しいと思う竿を作っていくことに対して、因果関係と相関関係をはっきりさせるということね。なるほど。つまり使うフィールドと、えー、魚種と、特にベイトロットの場合は、毎年毎年世界観が変わっていってるじゃない。リールの進化が素晴らしいですか、ね。そうなんです。で、今テストしてる竿は、今後出るリールに合わせなきゃならないじゃん。 確かに。で、幸いのことに僕たちにはその情報が入ってくんだよね、いろんなところから。はい。だから、もう、今手掛けてる竿は全て、新しく、新しい、特にベイトの場合ね、こうなるであろうことを予測の上、まあ、すでに、まあ、地球さんなんかも地球スプールでやってくれてるので、それに、ね、合わせた竿作り。というのが、はい、うん。新しい方向性ですね。あとね、 えー、僕の竿作りの理念で次に来るのがね。さあ、どう説明しようかな。わかるうん。例え話でいくね。はい。えー、野球とかサッカーとか、球技があるじゃん。はい。球技と球技は違うという話をしたい。ほうほうほう。何言ってんだと思うよね。はね、い。<laughs> 通常球技で検索すると、 変換するとさ、玉の技術と書いて球技だよね。はい。もう一つ違う言葉出てくるんだよ。球技で変換していくと。玉と戯れると書いて球技。はい。これ、ご覧になってる皆さんも、頭で漢字を描いてイメージして。玉に技術と玉に戯れると。これ違う遊びなんだよね。確かに。 うん、これをね、車で例えるならば、レーシングカーと、一般販売されているスポーツカー。はい。どっちも早く走るため、早く効率よく走るための車だよね。はい。だけど、レーシングカーっていうのは、もうまさしく、そのレース競技のために作られた車だし。はい。じゃあ、それが最高性能かって言ったら、それを僕がさっき言った、 因果関係と相関関係の因果の方で持ってってから一般行動指導を走らなきゃならないから、レーシングカーなんか使えるわけがないよね。はい、そうですね。うん。だからこの球技と球技は違うよっていうところはね、味の部分も含まれてくるよね。ああ、なるほど。うん。何を言いたいかというと、えー、競技用のものと市販用は違うよ。うん、はい。じゃあ、最後に結論、 地味なこと僕言います。はい。えっとね、市販車で売ってはいるんだけど、フェラーリとか、スーパーカーと呼ばれる。はい。じゃあ、フェラーリが本当に行動で乗りやすい方は乗りにくいよね、えー。僕もね、たくさん乗ってない、ちょっとしか運転してないけど、ランボルギーニの、かつてランボルギーニの三裏を運転させてもらいました。お<ー>、うん、クラッチ踏むときに、クラッチ左側になるから左足だよね。はい。 クラッチするときに膝を手で押してやらないと踏み込めないぐらい重たい。<laughs> うん。で、フェラーリも、えっ、ー、と、何だったっけな。忘れちゃった。モデルの名前忘れちゃったけど、運転したけど、非常に乗りにくい。で、僕がかつてお手伝いしてた会社の社長も、うんえー、珍しい4シーターのフェラーリ持ってたけど、<ー>それも運転させてもらったけどね、あの、ダメ。うん、僕の中じゃダメ。 こ、こんなの日常の足じゃねえよなと。なる,なるほど、なるほど。日、日常の足で、素晴らしいキンキンのモデルなんだけど、使えるよってのがあるじゃん。例えば、トルシェの911のモデルは全部そうじゃん。はいはいはい。あれは本当に普通に乗れるんだよ。うんうん。うん。えー、アクセルワークのレスポンスから、ブレーキから、クラッチから全部。で、国産車だと、 ねホンダの S2000 なんてのも相当とんがってるけど、全然一般主導乗れるよね。僕は釣りざです。そういうのを作りたいんだわ。なるほどい。イメージの世界だよ、夢言ってんのは。ポ <laughs> ルシェやホンダなんだ。まあ、ここがね、あのー、わかりにくてい,いかもしれないけど、えー、球技と球技の差はこういうところにもあるよね。 ニュアンスはきっとわかるんじゃないかなと思います、ね。伝わったかな、はい、<laughs> ごめんね、ややこしい言い方してあ。でさ、あとね、そのものづくりにおいて結構決定的に大事なとこが僕の中にはあって、はい、自分で描いたものを、が出来上がるかっつったらそんなことないんだよね。あ,<ー>あの、作っていくうちに、プロと重ねるうちに変わっていくんだよね、自分の思いもね。なるほど。 これは理念じゃなくて現実の話だよね。はい。これね、キューベさんね。はい。絵描きも一緒だって。おお、絵描き、うん。そう。芸術家。はい。どんな絵を描きたいかは、描いてみないとわからないという。おお、なるほど、なるほど。バン・ゴッホさんが言ったそうだ。おお<ー>。<laughs> え,えらい多数のものと比べちゃってるけどさ。<laughs> でも、ものづくりってそうだよね。確かに、うん。変わってきますよって話。だから、落としどころがストーンとやり出すと見つかって、とっととできちゃうさをと、なかなかその、1点、2点、3点、4点して、なかなか形にならない製品、作品もありますよ。っていうのも知っておいてほしいな。って感じかな。あと、そうだな。 ええとね、構造と機能が違うって話も、えー、僕たち作る側の人間が何を考えて作ってるかのね、を皆さんにね、理解していただくためにね、あの、ぜひ聞いてほしいの。例えばね、ものすごいわ、もうこれね、非を用いないと説明できないんで、脳みそがあるじゃん。脳。脳の構造って、俺もキューベイも、ええー、一緒じゃん。はい。 ちょっと容量が違うぐらいだよね。はい。多分キュー秒の方がの大きいんだよね、容量が。<laughs> いや。地球さんとか。かいはい、<laughs> うん。でも構造は一緒なんだよね。はい。で、大きさって多少容量が変わるけど、じゃあ機能はどうなんだって言ったらどう感じるよく考えたらそうでしょ構造は一緒なのに、一人一人能力が変わってくるの機能の差じゃない これね、工業製品でもね、似たようなことがあるのよ。特にその、コンピューターとかね、本当にその IT の技術や科学やいろんなものを駆使して、すべてが、その、計算なんかでできていくものとちょっと違うんだよね、釣り竿って。ああ、なるほど。これはもう絵描きさんの絵にも近いし、前にもちょっとね、比喩で説明したけど、バット、野球の。はい。バット。 で構造と機能は明らかに違うんだよね。そのつ使い手が、まず機能が一人一人違うでしょはい。手の構造は一緒なんだけど、一人一人手の機能が違うよね。そうですね。指長い、短い。うん。これをここを曲げるのが苦手とか人によってありますもん、ね、握力のあるなし。ね、はい。全部違う。だから、竿そのものも、構造の問題より機能の問題もすごく大きくってさ。ああ、なるほど。うん えー、この機能をね、先に計算して作れるものじゃなくて、うん。で、気がついてる人もい多いと思うんだけど、竿のメーカーさんがあるよね、元メーカーっていうのが。はい。つまり釜屋さんだよね。はい、ブランコを焼いている。そう。はい、この工場が持つ持ち味って一つ一つ違うんだよ、釜で。おお、なるほど。 うん。だから、その、我々のようなメーカーってのは、その、釜屋さんに OEM でブランクをお願いするんだけど、NFC には NFC 特有なブランクの機能があるよね。はい。構造一緒だよね。どこの竿だろうが。<laughs> そうですね。マンドレルにカーボンシート巻いて、高温でパーっと焼いて、マンドレルにいたらパイプが出来上がる。構造一緒じゃん。はい。<laughs> でも、機能全然変わってくるよね。確かに。うん。そうやって考えるとね、えー、僕が、あるいはみんながイメージする竿は、どこの窯で焼くのが一番いいかっていうことが一つ関わってくる。あなるほどこれがね、インクスレベルの竿作りのあり方だよね。はい。うん。で、えー、メーカーさんによってはもう、単一の窯でいろんな竿作ってるメーカーさんもあるよね。はい。僕はそれをあんまり良しと思ってないのよ。なるほど。 いろんな釜で、その釜の得意技を僕たち、その、プロダクターというか、ディレクションする側の、プロモートする側の人間が考えたい。うん。これはあの人に任せよう。あの工場に釜に任せようっていうとこがある。これが構造と機能という部分に大きく関わってくる問題なの。で、ここ、俺に、えー、ごめんね、みんな、ややこしい話になってるよ、今日は。<laughs> でもね、 これ何回も聞いてね、そうなんだって興味のある人は本当深掘るなんで、今日は第3話ですから、3話の、えー。結構小難しい言い方してますけどね、理解してほしい。ね。うん。えー、技術とか数値だと捉え難いものが必ずこういう釣り竿とか手道具には存在する。で、そこの持ち味は、えー、素材というよりは同じ 通レのカーボンシートを使ってても、釜屋さんによっては出来上がり方が違ってくるわけよ。なるほど。うん、そこで結局機能が変わるわけです。はい。で、さらに僕たちのアイデアが加わって、えー、釜メーカーさんが想像もしたことのなかった機能が、加わわるんだよ。はい。それはね、僕はこの20年で経験しました。 この辺がインクスレーベルのね、竿作りのね、強みだし、もっと強みになるというふうに僕は思ってます。はい。で、ここで、まあ、機能ということの話をね、うんえー、人間の脳みそに置き換えて話をしましたけど、最後はね、僕が目指す場所、釣りザわで目指す場所は、本当の意味で高度な和を折衷。はい。で、折衷を超えて、 さっき言ったフィールドや使い方、機能の部分に対して、本質的に、かつ的確な機能を、まず、も、あの、り竿に持たせたいと僕思ってるんですよ。はい。で、えー、ジャパンスタイルの求めてる僕の姿っていうのは、味とか、精度の部分において、もう海外製品にはありえない、ジャパンクオリティを持たせたい。うん、なるほど。 本物のジャパンオリジナルを作りたい。というのが、何、えー、だろうな。トータルの僕の差を作りの最大の目的です。おー、なるほど。今、和洋設置を超えてというお話がありましたけど、うん。こう、近々というか、来年か再来年あたり、うん、そういうレオンさんの理念が体現されたようなサをも、こう、いくつか控えてますよね。え<や>、<日>控えてます。はっきり控えてる。 <laughs> うん、まあ、これ、もう、チラ見せしちゃってるから言いますけど、あのー、江戸前小継ぎ一尺五寸。ね。はい、うん。モバイルロッドって呼ぶなって言ってる。<laughs> モバイルロッドマルチピースじゃなくて、江戸前小継ぎと呼んでっていうふうにね。あのー、日本の釣り技術、江戸時代、室町ぐらいからその竹竿を、 竹をね、うまく加工して釣り竿にしたっていう歴史が、多分室町あたりぐらいからなんですけど、江戸に入って、どんどん発展していって、長い竿を一本持って歩くのは、おしゃれじゃないししんどいよねっていうんで、江戸のね、竿屋さんが、竿屋さんが、小継ぎを作ったわけですよ。<ー>つなぎ竿。これが、世界で初めてのつなぎ竿だからね。ああ、そうかそうか。じゃあ、マルチピースだって呼ぶなよって。<laughs> なるほど。 モバイルロットと呼ぶのはもともとあるもんだから、江戸前くつぎって思うよ。っていうのが一つ。で、これで、プロと今作ったんだけど、はい。ジョイント部分の仕上げを、ルアーロットを作ったこともない技をの職人さんにお願いしたのよ。おー。びっくりよ。本当にびっくり。もう、精度が高い。の一言。おやっぱ刺した時違うんですか 違うね。これがやっぱりしょ、いわゆる職人の味だよね。<ー>あの、エンジニアって言うなら職人と言えていたくなるような。はい,はいはいはい。で、職人を他国の言葉で表すことはできないぐらい深いんだよ、職人っていう言葉は。はい。を僕はつくづく感じたよ。あの、多分ね、ロマンチックな思い込みかもしんないけど。<laughs> でも明らかにあるよね、やっぱ日本製品のその職人の技術の凄さっていうのは。はい。うん、そうですね。あの、コンピューターでも数値でも割り出すことできないんだよ。うん <laughs> う。スーパーコンピューターまで駆使して作ったものの方が精度高いだろうってうそんなことなくてね、これあの、なんだっけな、あの、NHK の番組であったよ。縦と矛みたいなの。ほう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 。縦と矛だから突き刺す方と、 突き刺すのを止める盾との戦いみたいなんで。ああ、なんか職人さんが作ったやつと、こう、最先端のマシンで作ったもの。みたいな、そ,うそ,うそう片や燃えない布で、片や燃やすバーナーみたいな。<laughs> <laughs> <laughs> どっちが勝つかみたいな、の面白い番組があったのあの中であったのがね、えっ、ー、と、東大とどこかの大学が協力して、工学部が協力して、えー、駒を作るんだよね、普通の。はい 人力で回す駒なんだけど。はい。なんか地球駒のようなの、ビューンって回す、コンピューター駆使して、えー、工学部が作った駒と、大阪の八尾の町工場の爺さん7人が集まって、はい。昔ながらの手削りの駒を作るわけ。はい。で、せーのでテレビカメラの前でブンと回して、どっちが勝ったと思う、久ューーさん。<laughs> もう。ほほほほほ。職人の駒がいつまでも回ってんだよ、シンがプレずに。 おおなるほどす。すごくないか、これ。すごいですね。この話が一つと、まあせっかくだからもう一個、俺が知ってる知識で話すると、えー、オリンピックの競技の中に砲丸投げってあるよね。はい。あの砲丸投げの球って、えー、使ってるこの上位の選手っていうか、世界記録とか1位を、金メダルを狙ってる選手の100%が、 大阪の八尾の鉄工所の80代の爺さんが作ってる方眼使ってんだよ。ああ、手作りなんですね。うん。うん、で、これいくらコンピューターで消されても、どうしてもその爺さんが作ったあのまんまるの玉の方が飛ぶんだよね。ああ<ー>。俺、この人の番組も見たことあるけど、はい、まあ大きなインゴットから削り出していくわけ、新旧にするために。はい。うん。で、その、今のその優れたコンピューター使った工作機械で作れば、 あの、新旧、新縁新旧ね。はい。全くのまんまるね。歪みも何にもない。で、歪んだものよりまんまるの方が、砲丸投げる場合飛ぶわけさ。はい。うん。飛ぶよね。飛ぶだよね。抵抗、はい、が少なくてですね。で、その、機械工学で作った砲丸と、八尾のじいちゃんが作った砲丸では、明らかに八尾のじいちゃんの玉の方が飛ぶんだって。 だから、あの、オリンピックに出る競技者が皆、それしか使いたくないって使うんだけど、そのじいちゃんの話聞いたらね、玉を削り出す時のインゴットの中の目が見えるって言ってよ、目が。<laughs> すごくないあの、石を割る石膏さんが石を割るときに目が見える言うもんね。ああ、確かに。うん、俺目の前で何回も見せてもらった。ああ、ダメダメ、ね。 ここが目だからって目のところにあの、くさびっていうか、置いて、それあんまでゴンと殴ると一発で割れるんだよね。はい、ちょっとずれたら割れないんだよね。はい、で、なんで目がわかるのだったらわかるってもそんなそんなもん修行せよ、お前って言われて終わり <laughs>、うん。だからね、あの、さっきの話ってのはね、よまいごとじゃないし、単なるロマンチシズムじゃないの。うん、ということで <laughs>、今回のお話は、は ここぐらいまでにしましょうか。さらに、細部にあたって細かいことは、また何か次のチャンスで、どなたかがまた質問してくれるでしょうし、製品が出る段階で一個ずつね、説明していきたいと思います。じゃあ、レオンさん、今日もありがとうございました。はい。ありがとうございました。はい。視聴者の皆様、えっ、ー、と、今日の動画、面白いなと思った方は、ぜひ、いいねボタンとチャンネル登録をお願いします。お願いします。 聞きたいことがありましたら、ぜひコメント欄でお知らせください。では、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。